リーン急落ですよ。 12.24% 強烈に下がって、 TDK も今日下がってたでしょ。サムは逆に上がったからね。ここで踏ん張るとドスンというか、下落方向にバンドオフになるか、でバンドオフになるならバンドオフ終了の際まで下がってくるので、構造改革費用で200億円計上してましたね、資生堂券を。だからそれで赤字になったんでしょ。 PKS マイナス50万円まだマシかなって。どうなんだろうね。はい、皆さんこんばんは。5月の10日夜の10時ですね。ライブ配信やりましょうか。やっていこうか。で、日経平均は今日155円だけ上がったんだけど、終始弱かったよね。で、投げ売られて急落してる銘柄が結構多発してきてるので、そこがね、どうなるかだよね。東京エレクトロンの決算出てからさっき PTS で上がってたんだけども、場開いてからどんな動きしてくるのかって来週のポイントだし、まあそこあたりもひっくるめて今日金曜日なんで、週末だから雑談交えながら個別銘柄の分析進めていきましょうか。で、日経平均はそれはさておき155円安だかか。まあ弱かったよね。まあここあたりで、もう自由イベント控えるっていうのは毎回言ってる通りだから、まだ上昇のね、もう一つのスイッチが入ってないんだよね。で、今日もさ、急落してる銘柄結構あったでしょ？はい。なかなか難しい試合がね、まだ続いてるなっていう感じだとは思う。で、日本の10年債利回りはちなみに 0.908%、ドル円が155円の80銭台まで円安加速。円安いってるか、なんか下がってる感じするよね。やっぱしね、この前言った通りね。はい。回1645さん、EPS 微妙に上げたけど空売りがなーって、まあねー、まあねー。空売り比率、今日どんな感じだったんかね。39は、そうだねー。ショートカバーだね、今日の上昇。ポジションの調整だよね、週末の。はい。実は引っ越ししなくてもよかったりしてって。かもしれないね。はい。かもしれない。引っ越しはしなくていいかもしれない。サトチャンネルさん、こんばんは。今週もお疲れ様でした。皆さんお疲れ様です、今週も。日経 EPS。2230、2223.92。そうだね。若干上がってるね。2、30円ぐらい、前日比上がってたと思う。と、エアウォーター4088。はい。なんか久しぶりやるような感じする、エアウォーターは。1807円で、1000株保有中で直近高値でスライスした方が良かったでしょうか？分析お願いします。した方が良かったやったらするべきなんじゃないんですかね。はい。良かったでしょうかは、した方がいいんじゃないのってことだと思うんですけど。はい。しとけばいいのに。決算にちょっと上下ぶれたのか。はい。まあ、1000いくらで持ってるんだったっけ？ 1900 円ぐらいで持ってるんですよね。1807円か。やったら、別に、様子見でも配当利回り何番だったっけこれ。短期、中期、長期、どれにかにもよるよね。焦る必要はないよねっていう。ところスライスしてもしなくても全然良かったりもするけど、一応フィボナッチラインも引いとこっか。フィボナッチはまあここあたりから引いたらこんな感じですね。そうだね、ちょっとここあたりで一部売りでも全然構わへんかもしれへんね。このフィボナッチを意識するなら、迷ったら利確。そうだね、迷ったら利確ですね。それができてない時点でちょっとやっぱししてもらった方がいいと思う。迷ったら利確って、もしかしたら下がるかもしれないなーってちらって頭よぎったんやったら売っててもいい。ただ配当利回りが多分買ったところベースで言うと高いでしょ。今 2.72% なんだけども、 3% 半ば後半ぐらいの配当利回りのところで買ってると思うんですよ。このあたりで買ってるんやったら、でこれを中長期っていうことならば、まあそうだね。1000株だったっけ、エアウォーターって。何株？エアウォーターを1000株ってことは、今238万か。234万ぐらいね、投資金額。今の金額が、取得単価が180万で240万だから、200株、300株分は、まあ、利益取れてるという状況か。オッケー。だったら、まあ、とりあえず、まあ、ここあたりで、一部スライス入れておく。まあ、だから、361.8% 戻しラインが2484円近辺だからね。そう。で、RSI もちょっとダイバージェンスっぽいから、おそらく割っちゃいけないラインは、この下値の抵抗ラインだと思う。こうあったらちょっとしっかりめの調整目先入るかもしれないね。こういった形で、上値ラインは切り足下がってるのに、日足の割れ抵抗ラインは切り上がってダイバージェンスっぽいからところで、まあそういった判断すればいいんじゃないかなっていうふうには思いますけど、安いとこでガチホしてます、ね、そうだね、一部売り上がるべきなのか、もしくはガチホするべきなのかっていうところに関しては、やっぱし短期なのか中長期で持つかによって、持とうとしてる銘柄によってやり方が変わるからね。これが例えば高配当銘柄でめちゃめちゃ安い時に買ってて上がってると、買った時配当利回り 4% のものが例えば 50% とか 60% 値上がりした、これガチホでいいじゃん。でも短期で配当利回りもそこ全くない状態で値上がり期待してるんやったら、ここあたりで一部売っとこうかっていう感じになるし、物にはよるけどね。エアウォーターどういった視点で買ったのかにもよると思う。ちょっと配当も狙ってたと思うし、解散価値あたりじゃん、ちょうどこれ。電卓どこやったっけな、 BPS 解散価値若干上回ってるラインですよね。だから解散価値 BPS ラインで
一部売っておくっていうのも全然ありだと思うよ。はい。今がいくらだ、これが2351.5円でしょ？ん？で、2157円ですね。うん。まあまあ、そうだね。うん。一部取っていいんじゃないの？って感じがする。そんな感じです。もし迷ったんだったら。眠いなーさん、5408。はい。中山製鋼所、100株935円で持っています。100株ダメだね。300株ぐらい買いましょう。今日買いましたと。この後、バンドオークなどに発展したりしますかね？分析。いや、発展するっていう状況には今のところないですね。まだバンドオークに発展するかどうかっていうのは、まだ出てないので、してくれたら嬉しいよねって感じだね。ただ今日引けた金で終わってるから、もうちょっと上の方狙っていきたいなってところ。ただ、935円で買ったってところが、ちょっとその、初動、うん、ってとこあるけどね。うん、うんってとこあるけど。最後の最後に買ったってことでしょ？今日の。ストキャ RSI MACD は、まあ、上昇してて、RSI の上値抵抗ライン、ここなんですよ。ちょうどここあたりラインまで上がってるんですよね。ここのライン抜けてくると、一本もう一発上の方に行くかもしんないねっていう形だとは思う。で、これを100株じゃなくて300株買いましょう。9万ぐらいでしょ？取得単価は。やったらもう30万ぐらいか？ 300 株で3単元買う。うん。で、これ PR、PBR、配当利回りともにいいので、まあちょっとその、決算で上がってるんだったら様子見とくって形じゃないんですかね。PBR 0.48 倍でしょ？配当利回り 4.25% だから。ただし、僕が皆さんにこれを買おうっていうのは言えへん。うん。時価総額は592億だから。で、日中の、売買高は、69,400 株。金額に直して6億円相当。6億5000万ぐらいかな。これを僕が、いいね、もっと上がるかもしんない、買おうって言ったら、ぶち上がるので、それは絶対言いません。はい。それは絶対言いません。こんな出来高とか、売買代金のものを言ったらね、大変なことになるので、翌日以降。それは言わないんだけども、まあ、引けた金ベースで終わってるんやったら、上昇圧力は強いから、あとは RSI の上値抵抗ライン抜けてきて、5日と25日ゴールデンクロス形成して、その後、バンドオークのサインっていうか、バンド幅拡大する動きになるかどうかを見に行くっていう感じじゃないですか。バンドオークに発展したらバンドオーク終了のサインを見に行けばいいだけだから、うん、それでいいと思うけどね。はい、そんな感じです。キョマさんこんばんは。あ、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。最近は夏に向けて本気出すからなーって。上がってほしいね。ホライゾン55さんね、上の方にぶち上げたからね。うん。ねー、後世竹島さん、決算を見て600株買ったらストップ高になりました。本日の寄りで予約売りを仕入れてなかったので利確損なりました。はぁ、トップ高い手出したってこと？うん。ここで買ったってことね。で、今、利益出て。あ、昨日言ってましたけど、ここのラインで一部売ってたらって話をしてたので。はい。うん。で、例えば今日、利確し損ねた。利確する予定だったのに、売りそびれたっていうところだったらダメね。まあ、上がってくる、強かったんでね、上がってくる可能性もあるけど、昨日買って今日売ろうって決めてたのに、ドタカで売れなかったから、そのまんましてたっていうことならばダメね。ってこと。うん。みんなね、9文字っこ、あ、そうだね、ここあたり一部売っとこうかって感じだからね。飛び乗ったんでしょ？で、今日上がったんじゃないですか。で、ここで売ろう、上がったら売ろうって決めてたのに、惜しくて、売らなかったら、それはダメね。うん、それはダメね。それはダメですね。なっちゃね。もったいない。予約売りを入れるっていうか、成り行きで入ればいいのに、バチ売で。パーンって。うん。そんな感じじゃないかなと思うけどね。200、うん、昨日言ってたもんね、200日前に一部売っとこうか、確か。一部売っとけばみたいな感じのことを。あれ、コースやったっけな、なんか言ってたような気するけど、昨日か一昨日か忘れたけどさ。9文字熟語だからね。夜の鳥さん、蝶さんかな ?6758。6758。ソニーグループ、下落報道、バンドオーク終了なので終了作業を見てから打診買いしたいと思います。分析お願いします。それでいいと思います。はい。分析も何もバンドオークなので、バンドオーク終了作業を見るっていう感じですね。うん、電柱さん。9文字は107、134、137、せやね。うん。考え方、めちゃ役立つでしょ？考え方は。うん。かなり使えると思うんですけどね。知ってるだけで、確率増し増しだから。確率増し増しになるからね。ある程度ね。はい。まあ、フィボナッチラインこんな感じだけど、ストキャー RSI、まあ、バンドオークなんで、下落方向に、バンドオーク終了際見るって感じですね。日柄調整が入ったりとか、下の青のラインから日足剥がれたりとか。で、来週以降上がったとしても、ボリンジャーバンドのマイナスにシグマのライン上で動いてる限りはバンドオークなので、しっかりと下の青のラインから日足が剥がれるのを見てから、エントリーするっていう感じかな。そんな感じ。うん。ソニーは重いってね。有料株もさ、こぞって暴落じゃん。やばいよね。今日とかも結構下がってたじゃん。
スクリーン半導体 12% 急落やで。そこまで悪なかったような気がするんだけど、そ市場層下回ったかどうか俺ちょっと見てないけどさ、今持ってないからスクリーンは下の方にバチンでしょ。 GT さん、スクリーンは決算良かったのに暴落でしたねって、決算コンセンサスもクリアしてましたって。ああそうなんだ、ありがとう。ほらいいものが落ちてるよ、バーンって下の方にバチンで決まってるんですよ。東京エレクが来週どう動くかで決まると。決算大口の担当が売る口実だからなーって、うん、まあねまあね、うん、スクリーン急落ですよ。 12.24% 強烈に下がって、 TDK も今日下がってたでしょ。あ、見てください、サムコは逆に上がったからね。うん、はい、そんな感じだよね。うん、いやいや、マッシュさん、調査の時給って繰り返してから東海カーボンの決算またぎを回避しました。ニンテンドーはまたいだけど戻ってきてるのでまだ持っていますと。あー、そうなんですね。東海カーボンも今日 6% ぐらい急落したんだっけ。 6%7% だったっけ確か。はい、チャリンコさん、もうそこまで悪くなかったのに時間外 10% 売られてほぼ戻りましたなって。うん、あ、だって今朝の中身は別にその悪くはなかったからね。コンセンサス、まあ通期の予想があれだけど、 NVIDIA の材料とかも出てたし、うん、だからね、どうなんだろうね。あとは特損とか出てるところも今日決算とかいろいろあったけど。鶴田明久さん、丸紅8002お願いしますと。オッケー、ね、みんなでもっと勝ちたいよね。丸紅強いよね。1500円で500株でホールドしてます。うるっすよ、ナイスね。勝者ほどよく持っています。住友三菱物産移動中、ナイス。鶴田明久さん1500円、倍ですね。2倍、ダブルバーガーおめでとうございます。僕はチーズバーガーの方好きです。まあごめん、口が滑った。はい。バンドーク強いね。レッドゾーン行ってるからさ、あれだけどさ、ここなんだけどさ、一つポイントになるのが3175ぐらいなんだけど、このレッドゾーン、3030から。バンドークだもんね、強いね、ここあたりはね。決算からもさらに上の方にぶっ飛んでってるよ。はい。今日持っている銘柄のうち2つの株価が 10% 上昇したので、含み損大幅増でしたって。ああ、おめでとうございます。高知さん。はい。資生堂は BTS で投げたい衝動。ああ、特損出てるんでしょ、資生堂に関しては。特損でしょ、まあ、来週の動き見てからでいいんじゃないの。利益とかも特損で上がってんじゃん。うん。特別利益、特別損失ね。うん。はい。その費用を計上したからで。ちゃんと見てる。うん。ここ、それ見て、その反応見てからでいいんじゃないの。PTS で下がってるけど。はい。ニューヨークダウン強いね。90ドル高っすね。はい。ビックス下がってるし。あれ、なんかその荒れ模様って感じではない、今のところ。S&P500 も上昇。ナスダックも上昇、ソックス指数も 1.17% 上げ、米国株はね、怪しい動きしてないんですよ、今全然。うん。ボケとツッコミって。やかましい。やかましい。原因は 79.77 ドルで落ち着いている。はい。セクター別、セクターごとではどこのセクターが動いてるのか、いつもの順番、GM 倍率は上昇、下落？若干その山なりになってるところあるけど。下がってるのがコミュニケーションサービスセクターと、生活必需品、一般消費機材だけど下がってるし入んないもんね。上がってるのが情報通信、金融、ユーティリティ、公共株強いね、アメリカのね。バンドークやね、今。マテリアルも、マテリアル素材セクターもバンドークっぽくなってきてるし、あとみんなチャンネル登録もこのタイミングでよろしくお願いします。あとメンバー入りもライブ中に入ってもらえると嬉しいので、今日の雑談交えながらみんなやっていこうぜ、ライブ配信を。頼むで。工業株も上がってきてるというところで、まだ別に怪しい動きはないよね、今のところ、米国株は。うん。今のところ怪しい動きはない。あんま上がってんじゃん。さんよかったね。アーム上がってんじゃん。昨日バーンって何パーセント、 7%8% 下の日ぶっ飛んだけど、やっぱ戻ってきて 4.62% 上昇で、台湾セミコンダクターも決算っていうか、なんか出た情報出てて、でもここもね、台湾セミコンダクターだったよね。うん、僕もねリツイートしただけなんだけど、4月の売上高が 59% 増で1兆円超えなんですよ。 AI 向け半導体好調っていうニュースが今日日経新聞経由で出てきてるんですよね。4時間前ぐらいにリポストしてるけど、みんなの方に、うん、台湾セミコンダクターも 4% 上がってる感じ。はい。うん。ハービーさんおめでとうございますって、そう、ハービーさんイコールアームだよね。はい。で、NVIDIA が 1.65% 上昇。はい。1.6% 上昇。で、決算がここは5月の22日。うん。私のロームは苦しいですって。ロームは下の方に突っ込んでるからね。決算後に急落だもんね。え、今日はもう下がってるのかな、ロームは。アドバンストマイクロンデバイスも若干上昇。で、下がってるのがアルファベット。アルファベットに関しては、なんかその、買収記事出てなかったっけ？どっか買収するっての。どこやったっけな？なんかハブなんとか。なんかうろ覚えなんですけど。なんかそのニュース出てなかったっけ？リツイートしてたっけな？覚えてる人います？はい。覚えてる人います？なんかハブなんとか買収うんぬんかんぬんなんか記事が出てたような気するんすよ。ちょっと
そこ名前、うろ覚え。で、スターバックスは続落してるところから一旦少し戻してきてる。今日は下がってるけど、安く買って高く売るだよなって、そうっすね。安く買って高く売るっすね。ハービーさん来たやん。アーム上がってんじゃんって、アームアームって。そう、アーム上がってるで 4%。いいじゃん。はい。上がってほしいね。あのね。やはり米国は回復早い。日本と全然違うって、日本とアメリカ全然違うよね。そりゃね。まあ、物価も全然違うけど、給料もやっぱ違うので、日本、本当に、全然だよね。ダメダメだよね。まあ、そんな感じだよね。今日、一ちゃん動いてるのが、まあ、台湾セミコンダクターに引っ張られてから、ここあたりが AI 関連のところがちょっと高いねぐらいの印象。下がってるな、ここあたり。なんか共通項は別になんもないかなって感じがするかな。そんな感じだね。DS さん。久保田分析をね、今日決算じゃなかったっけ、久保田。2400円で900円持ってます。今日決算いいと思うけど、月曜日どうなるかって。え ?PTS 見た?僕決算分析せえへんで。このライブでは。時間があって、いくらあっても足りないからなんだけど、一銘柄にそんな長時間かけたくないから、やらないんだけど、そう、ストックオプションも入れてるやつで、そうでしょ?アルファベットもそうだもん。マジ取った。結構もらってるよ。PTS、2510円。だって、若干上がってる、1% ぐらい上がってるから、まあ上げてほしいねってとこっすね。決算発表後のやつに関しては、分析難しいっていうか、翌日の板の気配見てから判断だからね。はい。あと、しっかりと決算の中身見る。で、決算の見方に関しては、僕動画出してるので無料で。見ないんだったら消しちゃうよ。ここのライン超えたら嬉しいねってことですね。上がると見せかけて下がることも多い決算。そうだね、リラクマクラリさんね。今回の決算シーズンめちゃ荒れてるよ。ほんまに。はい。めっちゃ荒れてるよ。上がってるどころか急落してる銘柄多発中なんだけど、なんかいいところだけ見てる、目につくけど、悪いところ見たら結構悪いからね。まあ、ライブ見てたらわかると思いますけど、そこに関しては。ライブ見たらわかると思いますけど、結構、乱暴に下げてるからね、いろいろと。はい。決算の持ち越し怖かったですって、そうですね。決算はね、やっぱ怖いよね。悪くて、時給悪かったら、なんていうのかな、普通にもう 5%、8%、10% とか下げるから。はい。電力会社が決算悪いって。そうだね。電力会社が決算悪かったりするね。今回、今日出た決算で悪いところ、主力のところどこあったっけ?PTS で急落してるところってどこ?そこ知りたい。NTT が買った値段ぐらいまで戻ってきたけど、気にせず放置って日本電信電話でしょ。9432やったっけ?合ってた。オッケー。はい。NTT 急落だもんね。時期悪いんだもん。高値1月。ということは7月23日が高値期日。信用期日である。3.2% ぐらいに。メルカリ信用が1000万ぐらい溜まってて、時給が悪く、上値重たかったですが、無事利確できて嬉しいです。よかったっすね。今日、メルカリは確か 9% くらい上がったような気する。はい。なんで NTT の番号までわかるのすごって。いや、だってほら、分析してるし。はい。分析してるし、みんなね。てか、昔の方が覚えてたよ。今忘れてる。だいぶ。証券マンの時は銘柄黒とかも覚えるの当たり前だったんで、発注の時に行ったりするからね、復習確認でね。はい。通期の予想を出すからやって、まあね、私も NTT は放置ですって。NTT 今配当利回り何倍だったっけ ?3.2% ぐらいだったっけ?もっと下げたら、下げて 4% とかになってくれへんかな、そこあたりは。670円で3万株ほど保有してます。はい。はい。来週火曜日に決算なので月曜日に何株か売った方がいいでしょうか?まあ一応売っとけばいいんじゃないですか?石油関連銘柄のようなところいい決算が多いので、決算まだか迷ってます。ご教授よろしくお願いします。迷ったら一部売っときましょう。これ習慣してた方がいいっすよ。なんかあった時身守るから。身を守るから。迷ったら一部利確なんですよ。株なんて。要は自分の中で 50-50 なんでしょ?もうここからさらに上がる。まあ他の銘柄決算良くて、例えば上がってるけれども、これどうなるかわかんないな。自分の中で確率が 50%、50% ならば上げる、下げるかがね。それやったら、それは、要はもう2分1なんで、もう言っちゃうと超反爆死なんで、それだったら事前に売っとこうか。で、かつ安いところで買えてるんだったら、利益、実現益が出るから別に売りやすいわけでしょ。で、残ったところで欲出す上狙っていけばいいんじゃないかなというふうに思いますけど、はい。決算良くて上がるかもしんないけどね。そこはもうそこで、ほら、いいとこ取りは一部売っておく。20% なり 30% なり、そんだけ含み益あるんだったら。PR8.9、PBR0.69 倍、配当利回り 3.05%。で、時給は、まあ、最近少しだけ改ざん増えてるかな。
うん、でも 5.97 倍。はい、そんな感じ。トヨタ、決算下げたら入りたいと考えて様子見てます。まだ方向感が進まらない気がしていますが、分析いただけると幸いですと。あ、トムス13さんね、トヨタ下がってるもんね。でも何パー、2パー下がってるんだっけ？うん、決算も下げきそうだもんね。はい。そうだね。窓はね、ちなみにここ開いてるんだよ。3160、50ぐらいかな。窓埋めはここになるけど、ヘッド&ショルダーっぽいんだよね。言い方で言うと。あれ？ヘッド&ショルダーどこ行った？あった。1,2,3,4,5 なんかこんな感じで下がってるし、まだなんとも言えないもんね、チャートの形見るとね。うん、このライン割ってきてる、 割ろうとしてるのかな。ギリここ、ここまでは下げる、ね、終わったらもバンドオーケーやね。 RSI の下値ラインね、もうちょっと見よっか今日この動きなら。うん、今日この動きならもうちょい安いところで買えるかもしれへんし、もうちょっと見とけばいいんじゃないですか。はい、ここで踏ん張るかドスンといくか。 OGK083 で、そうだね、ここで踏みとどまるか下落方向にバンドオークになるかで、バンドオークなるならバンドオーク終了のサインまで下がってくるので、別に RSI、MACD とかストキャとか上がっていく兆しは今のところないからね。パラボリックも下落トレンド形成してるし、トヨタ狙ってる人はいいとこ狙っていきたいですね。それが短期なのか長期なのか人それぞれだと思うけど、うん、そこに窓あるんかって。そうだね、ここに窓あるで、ね、なんか空いてる、ちょろん3153。うん、早く自社株買いしてって。うん、自社株買い、どこがトヨタが、トヨタ1兆円の自社株買いなのに下がってるって。うん、下の方に下がっちゃった、残念ながら。はい、米国利下げしたら円高なるだろうし、自動車関連は買い時は難しいなーって。難しいね。窓明美さん、愛愛どういうこと、愛って。正秀さん、ローチェ 27,600円、200は持ってます。ここ数日の上げ上髭と長期足の過熱感あり、分析お願いします。上髭伸ばしたんやったら2日連続で売り圧力強かったってことなんで、ここあたりで一発抜いとき、100株だけ売っとけばいいんじゃないですか。ほら、なんか過去引いてるじゃないですか、このライン。以前に多分話してたと思うんですよ、これ。このフィボナッチライン書いてるってことは。これでしょ？なんでかっていうと、ここのラインが意識されてるから。100株売っとこうか。うん。念のために。残りで上。で、いいとも。レッドゾーン入ってるから。こんな感じになってるでしょ？上髭も伸びてるでしょ？しっかりと抵抗ラインがバチって見えてるので、やったら100株売ってから残り100株で上試していけばいいんじゃないですか。ローツは値上がり、値上がり来たでしょ？配当じゃなくてから。だったら、ここでやっとけばいいと思うけど。すごい株だなって、ローツね。うん、すごい株だね。ローツね、昔から知ってるからね。ようやっとった。うん。相当上がったよ。もう2010何年から知ってるから、こんな上がるとはって感じだよね。昔はもうこんな株だったのに、こうやって値段だったのに。今じゃもう、ここまで上がってるから、ね。まあ、分割挟んでるけど、10分割。ここで10分割挟むけど、分割は転換点になりやすいので、ちなみに。で、ここが、8月の30でしょ？ 8 月の30日に向かって、もしローツが上がった場合、ここで下がるかもしんないねってのを意識してやっていくみたいな。株式分割は転換点になりやすいから。はい。ローツでチェックしてたのに拾えなかったな。またチャンスあれば買いたいって。まあ、チャンスあったらね。てか、今チャンスいっぱいあると思うんだけど。はい。急落めっちゃしてると、銘柄いっぱいあるんですけどね。うん。SS6857、アドバンテスト。はい。壁ドンから下がってるもんね。で、100個も残して損切りしたんですが、こんなに下げるとは、そろそろ下げ止まりですかね。分析お願いします。ん？どういうこと？取得単語が分からへん。飛ばす。みんな、ルール変わってるから気をつけてね。分析してほしい銘柄があったら、銘柄コード、銘柄名、買ってるんだったら、株価と株数ですね。はい。ここまで書いてる意味。エアフィットさ、アドバンテストは打診位置なんだよなって、まあね。AMD となんか、値動きめっちゃそっくりだよねって話してるけど、AMD と。あ、ハービーさん、5.4% 上がってんじゃないですか。よかったっすね。今パッと見たら、右見たら、アームが 5.4% 上がってるよ。え、今日の値上がりトップじゃない？おお、登録してる中では値上がりトップだね。おめでとうさん。おめでとう。はい。ん？アドバンテストを待ち中ですってねー。そうだねー。アドバンテストね。ちょっともうそっか。アドバン、なんかアドバンスマイクロデバイス見てたけどさ、上見たらアームが 5% 上がってるか、上がってんじゃん。アームさん、アーム上がってんじゃんってよかったね。6857。アドバンステストは AMD 見ながらって、そうだね。AMD 見ながらだね、アドバンテストはね。ちょっと似てるもんね、動きはね、最近。NVIDIA の方が関連性強いと思うんだけど、なんか AMD と同じような動きしてるから、なんか2個1でなんか動いてんのかなって感じする。うん。アドバンテスト4000円台の時怖くて買えなかったって。あー、4000台ってここあたり？逆ヘッドショルダー抜けてから一気にパパパってバンドオフになったね、ここあたりもね。うん。ただね、今、アドバンテストの時給はね、悪いんだよ。信用改ざんが過去2年間で一ちゃん入って755万株で、貸借も113倍なんだよね。重たいんだよね、上値がね。で、高値から、高
値が3月でしょ、半年9月なんですよ。だからちょうど盆明けぐらい、うん、高値の信用期日が高値から3月7日から半年は9月7日じゃないですか。高値から半年、高値で買った信用取引で買った人たちは半年後には必ず強制決済なんですよ。それを見るならば、この後に一旦需給の改善期待の買いが入ってくるかもしれないねっていう感じだよね。はい。程度信用倍率 8.14倍。そう、需給が重たいんですよ今。 8.14 倍なんですよ需給。信用改善めっちゃ入ってるんですよ。だから上がるには上がらないんだよね。高値から半年9月だから、まあここあたり節目にちょっとその上げ下げしながら、最終ここあたりからこうグーって年末に向かって上げてくれたら嬉しいねって感じであるよ。はい。スクエニア特損で行ったねって。そう、だから特別損益ですね。特損は別に悪くはないんでね。うん。だからね、なんかその資生堂とか来週どうなるのかなと思ったりしてるけど、 TTS さん急落してるけどさ、あれも特損でしょ。特別損失を100、確かマイナス赤字で30億円ぐらいの赤字だったんだけど、中身見てみると、事業改善費として確か120億円ぐらい損失に計上してるんですよ、特損に。うん。で、日本と確か中国海外の方はなんか改善傾向にあるみたいな、確かなんかそういった記事が先出てて、特損でしょ、それで赤字になったんでしょ。見た目上の赤字とかではないな、中身というと改善してるんだなっていう感じではあるんだよね。うん。だからなんかほら、最近ニデックとかさ、あとはどこだ、ニデックとか、スクエニか、特損出して上がってるじゃないですか。今回はどうなんだろうと思う。はい。早期退職、そうだね。なんか出てたね。うん、そこあたりも。どうなんだろうね、そこあたりはね。構造改革費用で200億円計上してましたね、資生堂って。うん。だからそれで赤字になったんでしょう。はい。ETS マイナス55円まだマシかなって、どうなんだろうね。そこに関してはわからへんけど。はい。これが、でも特損出して、と言っても今、馬強が悪いので、馬強というか全体の時期は悪いので、そもそも決算プレイ自体が結構爆死感あるよねって感じだけど、やばくない？当たったら、上にぶっ飛ぶ。下がったら下にゾーンでしょ？二極化じゃん、完璧に。えぐいよね、今回の決算シーズン。まあ予想してやってるけどさ。スクエニでかなり利益出ましたって、スクエニありやすいよね。うん。スクエニありやすいんじゃないですか、結構。あそこの、急騰前の安いとこであったりとか、上がったところで一部売るタイミングであったりとか、で、下がってまた5500円ぐらいから上がったタイミングであったりとか、結構スクエニとかはわかりやすいよ。やってる人はわかるかもしれないけど。損切り早すぎて最初、損傷ではあるけれど、二大になかなかなれずですと。損切りで早すぎて再損傷ではあるけれど、利大なかなかなれずです。スライスしてないからじゃないですか。安いとこで買ってるっていうからじゃないかもしれない。中途半端なとこ買いに行ったからわかんないですけど、まあそこはいろいろ角度上げるやり方あるんじゃないかなというふうに思うよ。はい。任天堂のローバーエリアもったいなさすぎるって、まあ2日上がってるからね、昨日今日で。任天堂に関してはマイナスも全部それもされていけるよ。旭化成もがっかりでしたね。少し買い増しして次につなげますか。旭化成は確か、昨日やったっけ、決算。決算後急騰して、今日行ってこいで戻ったんだ。いや、というよりも、東京エレクトロンの決算後の動きはすっごい気になるけどね。うん。資生堂の化粧品いいんだけどな、ずっと使ってる。BA さんも丁寧に教えてくれるしって。スリーピーオールさん、そうなんだ。僕、イニスフリーっすけどね。僕は。リチノールもここにあるし、イニスフリーの。白飛びして見えないから。見えない。いいわ。僕、化粧品とか全部イニスフリーですけどね。はい。で、明日は14時に、通常のいつもの市況解説動画アップするので、それは必ず見とってください。出したら速攻見てね、みんな。2時に集合ね、うちのチャンネルに。はい。3時にいます、4時にいます、5時にいます。通じないので、みんな頼むで、ほんまに協力ね。お願いしたいところなので、そこはご協力くださいと。で、メンバーさんは明日10時にライブ配信するので、10時にまた夜ライブ、集合ね、よろしくお願いします。お疲れさんです、皆さん、今週1週間。撤収や！フリーラン！